今日はね、ちょっとこれ土曜日の夜に撮ってるんですけど、日曜日休もうかなと思ってたんですが、まあ、たまたまちょっとね、紹介しとかなきゃみたいな話があったんで、短いですけども、お話をしていきたいなと思います。本題に先立ちまして、チャンネル登録。例によってですが、よろしくお願いいたしますと。7万人目指してますので、よろしくお願いします。で、ちょっと早速、本題に入らせてもらいますけど、最近、安倍派のね、まあ、誰処分するんだみたいな話と、まあ、どのぐらいの処分するんだって話、すごい話題になってるじゃないですか。で、なんか幹部の、こう、下村さんとか塩谷さんとか世耕さんとか、バーって名前出てきて、もう全員、まあ、やばそうだなって感じになってるじゃないですか。ただ、なんか、急に名前消えた人いると思うんですよ。まあ、それは、12月とか1月で全然名前出てこなかった人で言うと、下村さんだったじゃないですか。なんか、あの人全然出てこないね、みたいになってたじゃないですか。でも下村さんは最近ちょっとよく名前出てくるようになってると思うんですけど、逆になんか名前消えた人がいると。で、それが萩生田光一っていう人ですね。で、萩生田光一っていう人が、まあ、岸田さんのお気に入りなのか、何なのか知りません。まあ、実際岸田内閣できた時も確か政調会長をやってたんで、安倍派の中で岸田さんとの関係性が比較的よろしい、まあ、人なのか、まあ、今後、その安倍派の残党と呼ばれる人たちをね、掌握していく上で萩生田を利用しようと、まあ、そういったようなことが考えられてるのかもしれませんけども、まあ、いずれにしても、そういう、まあ、官邸サイドからね、今、リークが出たりしてる中で、そういったものにとらわれず、まあ、巨悪は打つべしという立ち位置を取っているのが、まあ、例によって赤旗日曜版であるということですね。はい。最近大手メディアでね、萩生田の話出す人、まあいないじゃないですか。ここで萩生田光一を持ってくるっていうセンスの良さをね、やっぱ僕は赤旗二丁場に感じますね。はい。もう、刺さって 逃げようとしてるじゃないですか、今。萩生田光一が。それは許さんよと。で、まあまあ、それはともかく、ちょっと内容のね、概要だけご紹介しとこうかなと思うんですけども、まあ、これ犯罪ですよね、という話の内容になってます。で、どういうことかが、を一言で言えば、まあ、例によって、その安倍派は大体の人が収支報告書の訂正というのをしています。今般の件で。で、修正したものをね、まあ、情報公開請求で取ったら、なんじゃこりゃってなってるっていう、まあ、話のちょっと延長みたいな感じですね。これ、他の人に対してもなんじゃこりゃってなってた、話はね、いろいろ出てたと思うんですけど、萩田光一はまあ結構特にひどそうだっていうことで、まあその辺をね、赤旗がまあ刑事告発を上脇先生と例によってしてる内容がどういうものかっていうのが書かれています。で、ちょっと見てみますと、まあこれスクープって書いてあるんですけど、まあ22年までの5年間で安倍派からのキックバックが、2728万円萩生田さんはあったと、まあ言われて、いるんですけども、まあ、その中で直近の3年分の訂正をしたものを編集部が情報公開請求で取り寄せましたと。だから2020年度から2022年度分までですね。なんでこれ3年分だけなのかっていうと、これ確か前僕もなんか言った気するんですけど、安倍さんの桜を見る会の時もそうだったんですが、なぜかなんか法制度上、政治資金規正法の時効は5年あるはずなのに、なんか書類保管義務がなんか3年しかないっていう、なんか歪な法の構造なんですよ。はい。これは桜見る会前夜祭の話したときに僕も繰り返し強調したところですけど、今回もだから例によってそうで、2728万円裏金が5年間であると言われてるんですけど、まあ、届け出られた収支報告書は290万円ぐらいしかないと。ただ、萩田さんの、ちょっと名誉のために一応言っとくと、残りが全部、その過去、3年の書類保存期間の前の2年分に2500万円ぐらいあるっていう話ではないみたいで、報道を見てると、2728万円分のうち、1897万円は未使用分ということで返還してるようですね。まあ本当にそれが未使用だったのかわかんないですけどね。違うとこから、例えば選挙買収に使ったけど、自分の現預金で補填したとかで、そういうことも全然考えられますから、これが全部鵜呑みにするわけにはいかないですけども、まあまあ、差額自体は一応、形式上は900万ぐらいしか5年間でないと。
使った分だけでいいよね。で、まあ、残りの2年分で、さっき言った900万引く270万ぐらい。過去3年ぐらいで使って明らかになってる270万ぐらいのやつを引いた分が、まあ、残りの2年で使われたんだろうと、まあ、いうことが推測されるんですね。ちょっと、まあ、さらに中内を読み進めると、まあ、編集部は、この3年分のうちの20年と21年分の領収書の写しを入手しましたと。で、これの内容がね、まあ、とんでもなくデタラメなんですよ。で、前提としてその萩生田さんっていうのは、会見や自身のブログにおいて、官僚部の主な人は、国会議員、外国要人、マスコミ関係者など、有識者との会合、か、大臣や政調会長としての海外出張時の要人面会などでの贈答品や会合費、だと説明してると。この二つでできてると。なんでマスコミの関係者とこんな飯食ってるって堂々と言うんだって感じですけどね。はい。メディア買収にね、やっぱ使われた部分ってあるんだろうなって思いますよね。僕もまあまあ先日以前言ったことありますけど。はい。で、まあそれはともかく、その上でまあ萩生田氏をどういう説明しているかについて、派閥事務局から還付金については収支とも記載を禁じられていたため、担当者が使途に悩んだ挙句、介護費と外遊費の経費にのみ支出していたとし、私的流用や不正な支出はしていないと主張していると。はい。これ大事なんですけど、私的流用や不正な支出はしていないと主張しているんですね。萩生田容疑者は。で、まあ、それはともかく、その後に領収書については、担当者が支出についてはメモとして保存していたが、メモを作成後に領収書やレシートなどは廃棄してしまったものもあり、すべてを整えることはできないと、まあまあ会見で述べたっていう話を引用して、で、その後に中には廃棄、防止したケースもあったと、まあブログの記述を、まあこの赤谷序盤ではまず紹介しますと。で、その上で、20年、21年分の裏金の使途として、新たに追記した海外での交際費、9件、計約80万円分に関する領収書は1枚もありませんでしたという、まあオチですね。はい。追加で書いた金額、ただでさえ少ないのに、書いたものも全部領収書がないと。はい。これもう犯罪だろう。どう考えても。これ犯罪にならないんだったらもう、政治資金規正法、ザル法とかっていう話以前ですよね、もはや。早く取り締まれようという感じです。で、領収書の受領を失念したためっていうなんか言い訳が、提出資料には書かれてるようですが、全部失念してたって異常でしょ。それよりも面白いのが、萩生田氏が文科大臣在任中に、まあ、海外出張中で出張してた時に、なんかシンガポールとかイタリアとか行ってるみたいなんですけど、イタリアでの支出先のうち1件は、店名ではなく、単なる観光名所の名前を記載していましたとあるんです。で、これ、すごいのが、その、他はね、レストランの名前書いてあるんですよ。あとホテルバーのラウンジとか。一応ね、領収書ないんですけど。ただそのイタリアのやつについては、観光名所の広場が書いてあって、金額が 89,299 円って書いてあるらしいんですよ。もうちょっとね、嘘つくにしても、なんか、やる気出せよというレベルで。で、まあ、これは例によって、神脇先生が、まあ、この後登場するんですけどね。領収書などの資料何も提出できなかったため、裏金支出については、まあ、何も証明できていませんと、まあ、指摘をしていますと。まあ、当たり前ですわな。で、政治資金規正法っていうのは、まあ、基本的なルールですけども、まあ、収支報告書の公表から3年間、その書類を保存するように義務付けられていると。人件費を除く1件1万円超えの支出については、金額や支出などを収支報告書に記載し、領収書の写しを都道府県の選挙管理委員会などに提出する義務がありますと。これ当然ですよね。だから、これ、領収書ないで提出して、政府なんてことにしたら、もうこれね、脱法とかですらないじゃないですか。で、これ、禁錮5年以下か100万以下の罰金に該当する、まあ、罪状なんですけども、まあこれ、どう考えても犯罪ですよね。なんで萩生田起訴されてないのっていう感じじゃないですか、もはや。領収書ないんですよ。領収書保管義務あるのに。で、なんでこんな無理筋なことしてるかっていう、まあ話をね、しとくと、派閥から個人に寄付は違法だからなんですよ。
これ昨日なんか、上脇先生と郷原先生が、丸川さんをね、刑事告発したっていうのがちょっと毎日新聞、報道出てましたけど、まあそこでも丸川さんに対して同じことが言われてるんですけどね。派閥から個人に拠出したら違法なんですよ。はい。だから政策活動費っていう脱法ルートが設けられてて、逮捕された池田義孝は政策活動費だと思ってたって言ってたんです。もちろん政策活動費は派閥からは支出できなくて、政党からしかできないんで、どっちにしても違法なんですけども、結局のところ何が、まあ、大事かって言えばね、個人に支出したってなったら、もうその時点で違法確定なんですよ。だから、こんな領収書なくて無理筋だけど、修正行為なるものをやりながらね、悪意がない。重過失とかね、故意ではないっていうことをね、言い張ろうとしてるわけですよ。だいぶ無理あるでしょ。どっちに転んでももう違法なんですよ。普通に考えたら。萩生田さん、なんで今、シャバにいるんですかと。なんで政治家やれてるんですかっていうのに対して、これ論理的に回答することは僕無理だと思いますよ。どんな弁護士でも。はい。で、まあ当然、だから刑事告発しますって、まあ、書いてあるわけですが。まあ丸川さんについてもね、まあちょっと郷原さんとか上脇先生の話聞いてましたけど、丸川さんがなんで単独で刑事告発されてるかで言うと、まあ、あの人もね、僕も言いましたけど、裏金キックバックをね、個人の口座で管理してたって、公の場でなんか堂々と言った一人なんですよ。これ多分一番堂々と言った人なんですよね。他にも多分いるんですけど。萩生田さんはなんか事務所の机の中で管理してたみたいな、ちょっと若干どっちとも取れるような言い回しだったんですが、丸川さんの場合はもう個人の口座で管理してたって自分で言っちゃってるんで、その時点で違法なんですよ。どう考えても。で、しかもなんかどうもなんかこう、上脇先生と郷原先生の話によれば、そのいわゆる安倍派の収支報告書っていうのは、まあ修正されてるわけですよ、今。で、丸川に寄付したって書いてあるんですけど、丸川さん自体は収支報告書に、その寄付の受領の入りのことを書いてないらしいんですよ、現在進行形で。ってことはどういうことかというと、結局本人自身がもう個人で受け取ったっていう認識があるということですよね。はい。丸川さんはどっちかというと、だから、嘘をつけない人なのかもしれないです、まだ。だから個人で受け取ったってもう認めちゃってますから。とっととやめろって話なんですけど、まあ、小選挙区でね、くら替えして選挙出るんじゃないかと言われてますから、まあ、ぜひね、落選していただきたいなと、思いますけども、はい、東京都の有権者の皆さんの、まあ、良識をね、信じたいなと思います。まあ、この萩生田光一っていう人は、これがなんか犯罪じゃない理由を教えてくださいっていうレベルだってことです。まあ、この赤旗二丁番で書いてある話で言う。これだから、なんかね、その政治資金規正法がザル法だっていう話、12月ぐらいからずっと言われてましたけど、これザル法とかの話じゃないですよ、もう。普通に。普通に触れてますから、法に。だから、検察の捜査能力、捜査体制の検証、もう検察審査会難航ね、起訴不当というか、不起訴不当って出さなきゃいけないんだっていうレベルに僕なってもおかしくないのかなと思いますね、歴史上にないぐらいの。検察っていうのはね、準司法機関ですけど、まあ、根本的には行政機関なんでね、行政の監視っていう意味では、それは大倉佳子みたいな冤罪のでっち上げのケースもね、まあ、供述誘導とかの件もね、厳しく管理していかないといけない一方で、逆に行政機関として、罪に問われるべき人を問わない流れにしている場合も当然あるわけです。それは冒頭に触れた安倍晋三さんの公設秘書の灰川さんっていう人がね、まあ後に文春の取材に堂々と言ってましたけど、安倍さんの罪全部被ったみたいなこと言ってましたからね。はい。なんか、安倍さんが嘘ついた後もね、108回について、積んでたわけですよ。公選法違反か政治資金規正法違反のどっちかですねって。なってたのに、結局秘書が全部被るっていうので、まあ逃げ切ったっていう、まあ過去の事案がありましたけど、あれもちゃんと捜査してなかったわけですよ。事務所にガサ入れしてなかったじゃないですか。で、まあ、結局だから、ま、検察としての、捜査機関としての、まあ、問題点というのが、まあ、この萩生田光一の件しかり、また問われていかなければならないのかなと思います。まあ、僕が今一番だから、まあ、今回の件でね、腹立たしいのは、そう、自分たちで決めた基準すら守ってないというところもあるんですよ。いう余談ですけど。これはちょっと何回も言ってますが、逮捕起訴された人というのは、政治家、および、派閥の責任者、ミニマム3000万以上の人が起訴されてるんですね。で、これ明らかに金額を意識してるなって言われてたのに、なんか途中で突然、二階俊博3500万みたいなの出てきて、あれ ?3000 万バーですらないの?みたいな。
3000万以上基礎みたいな、機械的にやってるわけでもないんだ、みたいな、あったことになったっていう話したと思うんですよ。で、逆に、なんか、その起訴された誰か一人が確か、事務所ぐるみで、その裏金なんかやってなかったみたいなこと言ってて、僕もしかしたら裁判にその人を勝つ可能性ゼロじゃないなと思ってるんですよ。だって検察金額だけで仮にね、起訴に持っていってるんだったら、その共謀性の裏付けをちゃんと立証できてない可能性があるからですよ。まあまあ、実際には、まあ僕は知ってたとは思いますけど、逆に裏付けられるかどうかのところっていうのは、まあ慎重に見ないといけないわけじゃないですか。で、金額だけで仮に起訴してるんだったら、まあ、裏付けられてない人が出てきてもおかしくないなって思ってるんで、まあその人の捜査について、まあその人の裁判については、あれ、大野康正だったかな？ちょっと気になってはいるんですけど、結局、検察っていうのは自分たちの引いた線すら守ってないし、あとは、捜査してないものがたくさんある。まあ、この萩生田光一みたいな分かりやすいものとか、丸川さんみたいな分かりやすいものをね、放置し続けてるっていうのは、これはまあ法の支配の考え方の上に立った時に、あってはならんことですよね、と。まあ、いうことは言えるのかなと思いますね。でね、まあ、この件話題になった時ぐらいから僕、ちょっと言ってたことで、まあ、僕も結構ね、予想外したりはしてるんですけど、唯一ね、まあ、初期から見ていただいてる方だと覚えてる話があると思うんです。僕ね、これ、まあ、誰も予想できない結果になるんじゃないかって言ったと思うんですよ。で、今に至る経過全部予想できてる人多分いないんですよ。弁護士さんも含めてね。で、これをどう見るかっていう話をね、ちょっと雑談程度にしておきたいんですが、これ確かね、モンテスキューがなんか法の精神とかの本でも書いてるんですけど、その法っていうのはね、予測可能性を高めるためにあるんですよ、社会の。で、予測可能性が高まることで安心して、例えば経済活動に従事できるとか、そのね、社会活動できるとかっていうので、社会が反映するんだ。文明として成熟するんだっていうロジックなんですよ。で、今回のこの件見てると、まあ、誰も予測できない展開になってるっていう段階で、はっきり言ってまあ法的安定性が何もないってことですよ。はい。これ結構ね、深刻で、みんなが予想できてない。みんなが予想外してる。で、僕もだから予想外しました。ただ、その予想をみんな外していくっていう社会が、すでにもう異常だっていうことをね、僕これちょっと最後に言っとかなきゃいけないなと思って、ちょっと最後、この件を強調しておきたいなと。思います。はい。一旦本日のお話は、終わりにさせていただきますけど、役に立ったという方はチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。